マネープレイン株式会社の白石貞之で,です。今回のタイトルは日経平均は要警戒、米国は雇用悪化で利下げ転換、急速な円高なら日本株安もということでお話をいたしますが、結論を言いますと来年の早ければ前半にも日経平均の大幅調整があり得るのではというのが本日お伝えしたいことになります。ではなぜそのように思うのかについて詳しく解説をしてまいります。 こちらの項目に分けてお話をしていきます。一つ目は、景気循環の下落局面でなぜカビオスにならないということで、私が見ている景気循環においては、現在は景気交代から不況の位置にあるんですけれども、それにもかかわらず、なぜ日経平均は下げないのか、その要因について見ていきます。二つ目は、下落局面への転換はどのような時にということで、どのような状況になったら下落に転じると考えているのか、 鍵となる要因とその現状についてお伝えをしていきます。三つ目は、下落局面への転換の兆候は出てきているということで、すでに出てきている兆候についてお伝えをしまして、結果として日経平均は要警戒と見ていることについてお伝えをしていきます。まずは、景気循環の下落局面でなぜ株安にならないについて、こちらを見ていただきますと、 こちらは日経平均株価と景気循環との関係を示したグラフになりますけれども、2013年からの日経平均の推移、そして下の方は独自分析の景気循環を示したものになります。この中で冬の季節をピックアップしますと、このような形になっておりまして、現在は冬の前半ということになっております。過去冬の前半の時期を見てみると、企業業績の悪化、そして円高、 株安になりやすいという傾向にあったというのがあるんですけれども、今回は上昇しているという形になっております。なぜ株安にならないのかという点について、まずは景気循環の方から見ていきたいと思います。 景気循環に伴う株価のイメージはこちらのようになりまして、不況の中で株価は上がり始めて、回復、公共にかけて上がるけれども、公共の中でもう株価は下がり始めて、交代で下がり、また不況から株価は上がり始めるという、このような景気循環を約3年半で繰り返している。 これはキチンサイクルと言われるものになるんですけども、このキチンサイクルと言われる在庫循環を元にしたものを私自身は見ております。そしてそれぞれの局面を春、夏、秋、冬という形でなぞらえているというのが私の見方になります。 そして、それぞれの季節の特徴なんですけれども、春夏は上昇しやすい時期、そして秋は上がったり下がったりしながら横ばい、もしくは徐々に下げていく時期、冬は前半に大きく下げやすくて、後半は底根県は上がったり下がったりの横ばいから、冬の終わりには上がり始める時期というこのような形に、あくまでも過去の傾向はなっております。そして、それぞれの季節の変わり目については、このような形で定義づけをしておりまして、 この季節にこれが出たら次の季節に変わるという形で分析をしております。現在は冬の前半という位置なんですけれども、昨年の11月に日経平均の予想 EPS、これ来期と再来期を調整したものになりますけれども、その4週前比がマイナス転換というのが出て、それ以降冬の前半というのが続いております。一方で冬の後半に変わるファナックの売上在庫源、こちらは 市販機ごとの売上高在庫について、1年前との比較で見ているものになるんですけれども、この売上と在庫が両方ともマイナスになるというのは、まだ出ていないという状況にありますので、現在は冬の前半という位置になっております。改めてこちらの方を見ていただきますと、冬の前半にもかかわらず、今回においては上昇しているという形なんですが、 では、なぜ上昇しているのかという点においては、私自身は一番の要因は円安だという形で考えております。なぜ円安が一番の要因なのかというと、こちらを見ていただきますと、こちらは緑色が円建ての日経平均株価、それに対して青がドル建ての日経平均株価、黄色がユーロ建ての日経平均株価になります。 日本人は当然ながら円建ての日経平均株価を見ておりますので、こちらはですね、2021年の1月から取ったもので、ドル建ての日経平均株価が一番高かったところを100として指数化したものになりますけれども、日本人から見ると日経平均は今上がっているという形に見える。その一方で、アメリカの人、それからヨーロッパの人から見るとですね、あくまでも為替込みで見た ところになりますけれども、日経平均は決して上がっているわけではないように見えると。逆にドル建ての方は、ピークから2割ぐらい下げている状況にありまして、ユーロ建ての方は1割ぐらい下げていると、そのような状況にあるということになります。なので、日本株が強いというように見えるのは、日本人から見ると強いように見える。ただ、アメリカの人、ヨーロッパの人から見ると、決して強くはないという形に見えるということになります。 なので、日本株が上がっている要因は、円安ということにつながってくるということになります。こちら、ドル円とユーロ円の推移を2021年の1月から示したものになりますが、この2022年の3月あたりからですね、円安の方がピッチを早めるような形で推移しております。この円安によって で、日本企業の利益がかさ上げされているというのが、日経平均が日本人から見ると強く見える一番の要因だと考えておりまして、これは日本企業が海外の方で上げた売上利益ですね。例えばアメリカだとかヨーロッパの方で上げた利益を円換算したときに円安になっていればいるほど増えているように計算上なるということですね。これが日本企業の利益がかさ上げされているということで、利益が 増えていれば、日経平均も、あくまでも円建てで見てなんですけれども、上がっているという、このような形につながっているということになります。では、なぜ冬の前半なのに円安なのかと。こちら、薄いグレーの始まりが冬の前半の始まり、2022年の11月になりますけれども、なぜ円安なのかというと、その要因は、多くの方も言ってらっしゃいますけれども、日米欧の金融政策。 こちら、が要因にになってていいるかというように考えておりますこちらアメリカの政策金利と10年国債の利回りの推移について示しておりますが、2019年の1月からですね、こちらのように推移をしておりまして、アメリカの政策金利の方は、2019年、20年、コロナショックがありまして、大きく下げたと、そしてほぼゼロと、そしてゼロから0.25というところを保って、 で、2022年の3月から急速な利上げに入っているという形にアメリカの政策金利はなっております。10年国債の利回りの方は政策金利に沿うような形で下げて、政策金利よりも早くじんわりと上げてきて、今に至っていると。 いうようなな形になっておりますそしてこの薄いグレーの始まりが冬の前半の始まりになるんですけれども冬の前半になるきっかけは企業業績の悪化具体的には日経平均の来期再来期を調整した予想 EPS の4週前比がマイナス転換するという形なので企業業績の悪化というのがきっかけになっております企業業績の悪化というのは日経平均の 銘柄もグローーバルルに展開をしていいる企業が多いので、イコール世界景気停滞の時期の始まりという形にも言えるということになります。世界景気が停滞をしてくるということになりますので、過去においては金融緩和の方に転じてくる時期、少なくとも利上げを止めるだとか、そういった形になってくる時期なんですけれども、今回は冬の前半に入った後も利上げの方を継続すると、 いう形になっております今回なぜこのようになったのかというと、FRB の役割として2つありまして、1つが物価の安定、そして2つ目が雇用の最大化。この2つが FRB の役割としてあります。この中でインフレの方がですね、進んでいっているということがあって、それを抑えるために金利を上げていっていると。 いうこのような状況がこれまで続いてきてそれが日米の金利差の拡大につながって円安に結びついてきたということが言えるかと考えておりますその円安になったことが企業業績を持ち上げて円建ての日経平均を持ち上げたという形になっていると考えているんですけれども では、どのような状況になったら、企業業績が悪化をして株安になるのかと、過去の冬の前半に起こったようなことが起こってくるのかというのを考えたときに、私は円高になったときということを考えております。これまでは円安になっていたので、企業業績が円換算したときに増えている。 え、形になってですね、それが日経平均を保つ動きになったんですけれども、その真逆になった時ですね、円高になった時が、企業業績が今度は目減りしてくるという形になるので、そのような時、イコール、まあ、円高になるにはアメリカの利下げがされる時、で、アメリカの利下げがされる時がいつになるかと、 いうことで考えると、アメリカの雇用悪化が明確化した時になるんじゃないかということで考えております。 では実際にアメリカの雇用情勢に関わるところがどのようになっているかというのを見ていきますと、まずはこちらがジョルツの求人件数の推移になります。こちらの方を2001年から取ってありますけれども、過去を振り返るとですね、この IT バブルの崩壊の時に求人件数が下がってきている。そしてリーマンショックの時にも下がっていると。 そしてコロナの時もですね、大きく下がったと。これは特殊要因としてありますけれども、今回もこのところをずる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 下がっているという形が見ていただけるかと思います。水準自体は過去に比べると非常に高い水準なんですけれども、この減少傾向にあるというのは雇用の悪化にこれからつながっていく可能性があるんじゃないかというところにもなります。こちらは ADP の雇用統計になります。 こちら、毎月毎月の推移になりますけれども、2011年からの推移で、コロナの時はですね、大きくマイナスになって、こちら、グラフ上、ここで切れておりますけれども、2020年の4月にはマイナスの684万5000人、5月はマイナスの71万6000人という値になっております。 その後急速に回復をしてですね、今に至ってるんですけれども、徐々に徐々に雇用者数の方は減少傾向にあるように見えます。ただ、今時点ではマイナスにはなっていないという状況なので、雇用情勢についてはまだ、えー、強い状態が維持されているという形にも言えるかと思います。 そしてこちら、アメリカの新規失業保険の申請者数の推移になりますけれども、現在このようになっておりまして、過去を振り返ってみると、ここのリーマンショックの時ですね、失業保険の申請者数が増えたというのが顕著に現れておりまして、コロナの時はちょっと異常値になっておりますけれども、現在を見てみると、明確に増えているようには見えない横ばい状態を続けているということで、失業者が どんどん出ているという形にはまだなっていないように見えます。こちら、アメリカの失業保険の継続受給者数ということで、先ほど見ていただいたのは新たに申請をした方の人数。こちらは継続して受給している人の人数という形になりますけれども、過去においては、 IT バブルの崩壊、そしてリーマンショックの時にこの数が増えていたと。で、コロナの時はちょっと特殊な形で大きく増えていたというのはありますけれども、現状を見てみますと、一時期に比べるとじんわりと増えてきているようにも見えるというところになっております。ただですね、この4つのグラフを見ていただきましたけれども、では、 今、足元で明確に雇用が悪化しているかというと、まだ明確化はしていないというように見えると。ただ、雇用以外のところでですね、急速な利上げの影響は出てきているというのがあります。こちら、下落局面への転換の兆候は出てきているということで、また、金利のグラフを見ていただきますと、今回はこのような形で急速な利上げがされているという状況にあって、 高水準が保たれているという状況にあります。このことをもってですね、こちらに書いてあることが一例になるんですけれども、出てきておりまして、まずは S&P グローバルマーケットインテリジェンスによると、資産または負債が一定規模以上のアメリカの企業の1月から10月までの倒産件数が1年前と比べて約9割増えていると。 ほぼ倍増とといいいうう形になっっているというのがあったり、グリーンストリート・アドバイザーズによると、アメリカの商業用不動産価格がですね、2022年の4月から2023年の11月までに21.6%下落していると、そして FRB によると、2023年第3四半期のクレジットカードの延滞率は11年ぶりの高さ。 そして、格付け会社フィッチレーティングによると、サブプライム向け、 の自動車ローンの60日以上の変態率は9月に6.11%となっていて、これはデータが遡れる1994年以降で最高の値となっているという、このようなのが例として挙げられるところとなりますで。こういった形が実際に消費者のところ、それから商業用不動産のところで出ているので、これが雇用悪化にいずれつながってくるということにも考えられるということになります。 そして銀行の方も見ていくとですね、まずは現時点が逆イールドという短期金利の方が長期金利に比べて高いという形になっておりまして、これがもうちょうど冬の前半になったあたりからずっと続いているという状況にあるんですけれども、この逆イールドというのはですね、銀行は基本的に短期で借りて長期で貸すと。 いう形のビジネスのスタイルなので、短期金利の方が高くて、長期金利の方が低い逆イールドになると、銀行経営は厳しくなってくるということになります。そういったこともあって、今年なんですけれども、3月にシリコンバレー銀行の破綻、そしてシグネチャー銀行だとか、全米で5個破綻をしているという状況になっております。 それに逆イールドということもあって、アメリカの銀行の貸し出し態度は厳格化した状態が続いておりまして、銀行が破綻した時に FRB がこの BTFP というプログラムを用意しているんですけれども、こちらの方も 毎月毎月利用額が増えておりまして、足元においてまた増え方のピッチが早くなっているというそのような状況にもあって、足元では円換算で17兆円を超える規模になってきております。これぐらいの支援を FRB がアメリカの銀行に対してしているというその必要があるという形にも言えて、その額が増えているということなので、まだアメリカの銀行の方は安定はしていないというそのように見えます。 で、安定していないと、当然ながら、アメリカの方の、この二つ目に書いてありますけども、貸し出し態度は厳格化されているということが継続されると思いますので、そのことが、借り手側から見ると厳しい状況にあって、雇用悪化につながってくるということも言えるかというように考えております。で、今後もですね、この高金利と逆イールドが継続していくとなると、今、 厳しい方はより厳しくなって、新たに厳しい方も出てくるという形にもなると考えられます。この前の FMC の会議で、FMC メンバーの2024年末の FF 金利の予測の中央値が4.6%という形になったんですけれども、現在10年国債の利回りは約4%ぐらい。それに対して来年末の FF 金利の中央値が 仮に4.6%だとすると、来年1年間もずっと逆イールドが続くという形になります。逆イールドが続くとなると、貸し手側も厳しいですし、借り手側も厳しいというこの状態がさらに続いていくという形にもなります。で、足元においては FRB はインフレの再燃はもう避けたいというような思いがあるかと思うので、なかなか 利下げにも愛にはできないというようなことにはなるかというように考えておりまして、では利下げのきっかけは何かというと、雇用の悪化が明確化した時という形で私自身は考えております。改めてこのグラフに戻りますと、過去においては冬の前半は企業業績の悪化で円高方向に触れて株安になっていると。今回においては冬の前半にも関かかわらず、 円安で株高という形に動いていると。これが過去と同じように円高に触れて株安になるということを考えると、どのような時かというと、雇用悪化が明確化した時、そして雇用の悪化が明確化した時というのをですね、えっと、冷静に考えてみると、普通企業がリストラをする時にはどのような状況になっているかというと、まずは利益が出なくなってきていると。 いうのがあって、その後にもうどうしようもなくなってリストラをするというそのような流れになるかと思うので、雇用悪化が明確化した時というのは、アメリカ経済はかなり悪化しているということにも言えるかと思います。そしてかなり悪化しているのを何とかしようとするので、急な利下げになる。これが FRB が過去利下げをするときには、大体ですね、 急な利下げになっているんですけども、今回もそういった形を繰り返すことになって、急な利下げをすることによって、急な円高が来ると。で、急な円高が来ることによって、えー、日本のグローバル企業の海外の売上利益が円換算すると大きく減ったような形になって、それが株安をもたらすという、このような流れにつながってくる。まあ、過去においても起こったような形につながってくるというのが考えられるということになりますので、要警戒と。 ように私は考えております。なので、冒頭にもお伝えをいたしましたが、このことが早ければ来年の前半にも起こって日経平均の大幅調整もあり得るのではというのが私が考えていることになります。参考になったと思われた方は、いいね、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。